Google Nexus Nexus 7テンプレートノートウィキプロジェクトネ xus 7は ASUS が製造し Google が販売するタブレット型コンピュータである OS は Android を搭載し Google Nexus ブランドを関する初めてのタブレットコンピュータで日本では2012年9月25日に発売された Google のエリック・シュミットは2011年12月のインタビューで アップルとの競争が激化していることにより、半年以内にタブレットを発表すると述べた。この時点でシュミットは、具体的なことを言わなかったが、新たなネクサスデバイスと推測された。2012年5月、タブレットに関する情報とベンチマークがリークされ、始めた。ネクサス7という商品名で ASUS による製造、7インチディスプレイ、テグラ3クワットコアや、 アンドロイド4.1搭載と具体的な仕様が明らかになった。Google は同年6月27日にサンフランシスコで開催された Google i.O. で Nexus7 を正式に発表した。Google Play で電子書籍、音楽、テレビ番組、映画といったコンテンツを購入できることを売りとする。翌日の Google i.O. ではジェリービーンがプリインストールされた。 ギャラクシーネクサスやネクサス Q、クロームバックスが発表された。日本では2012年9月25日に発売された。Google プレイや店頭では 16GB ストレージモデルのみが販売され、8GB ストレージモデルはプロバイダ各社から販売された。2012年10月29日に 32GB ストレージモデルが発売された。加えて、 32GB ストレージモデルも発売された。競合する7インチクラスのタブレットには、ヌックタブレット、キンドルファイ r e HD、ブラックベリープレイブック、iPad mini などがある。OS として発売時点でアンドロイドの最新バージョンであったアンドロイド4.1ジェリービーンが世界一早く搭載された。のみならず発売後も最新バージョンのアンドロイドをそのままの形で 他社製品に先駆けてインストールすることが可能な仕様となっていることも Nexus 7の特徴であり、蓄次的なアップデートによって OS のバージョンアップを重ねている。2015年5月時点での最新バージョンは Android 5.1.1。なお、Android 6.0以降の Android は配布されない。Android 5.1.1が事実上最終バージョンである。 アンドロイド4.1からは7インチタブレット向けの UI が追加された。従来のタブレット用のホーム画面は横向きで右下に通知領域があったのに対し、アンドロイド4.1ではスマートフォンのようにホーム画面は縦向きで通知領域は上から引き出す。また2012年10月に実施されたアンドロイド4.12へのバージョンアップ以降では、 ホーム画面の回転に対応するようになり、本体の向きに応じて、縦横を切り替えることができるようになった。プリインストールされているアプリケーションは、基本的に Google 製品のみで揃えられており、出荷状態ではカスタマイズの余地が多いシンプルな構成となっている。Android 4.1には、従来の標準ブラウザがあるが、Nexus 7ではインストールされておらず、 代わりに Google Chrome 4 Android が標準ブラウザとしてプリインストールされている。標準の日本語入力システムには E1 が採用されている。Nexus 7は AsusMemo ME370T がベースだが4ヶ月間の設計工程の間に多数の変更がなされた。使用ハードウェアは以下の通り、他の Google Nexus プログラムデバイスのように ネクサス7もアクセサリーのためのポゴピンインターフェースがある。エイスースから別売りで発売されている専用ホルダーは、これらのポゴピンを経由して、充電とオーディオ出力を行うことができ、またネクサス7本体も、ホルダーとの接続を検出して、時計や画像のスライドショーなどのスクリーンセーバーを表示させることができる。Bluetooth は、ハードウェアとしては 4.0HS に対応している。 ものの、Android 4.3に更新した状態でも 3.0EDR までしか使用することができない。低価格かつ Wi-Fi 接続のみのタブレット端末で GPS を搭載しているものは発売時点では珍しく Nexus 7の特徴の一つとなっている。これにより、プリインストールされている Google マップ、Google Earth で現在位置の表示が可能となっている。 SD メモリーカードスロットはないため、Google ドライブなどのオンラインストレージを活用する、USB 端子を経由して、OTG 接続と対応アプリを使用する、無線 LAN を経由して n a s と対応アプリを使用する、などといった方法を用いる必要がある。また、マグネットスリープ機能が搭載されており、本体左下にマグネットを近づけることで、スリープ状態になり、離すと復帰する。 この機能を利用するサードパーティー製の蓋付きカバーなども発売されているが、ASUS 純正のカバーではこの機能は用いられていない。ネクサス7のモデルは以下の価格で販売されている。2012年7月当時、8GB ストレージモデルのネクサス7の価格は競合するキンドルファイヤーと同じであった。NVIDIA のマイクレイフィールドは Nexus 7が出るまで、 同様の価格でその手の実に素晴らしいデバイスを生産したことはないと感じたと述べた。IHS の iSAPRI による調査では2012年7月時点でのネクサス7の製造コストは159.25ドルで、キンドルファイアの製造コストより19ドル高い。キンドルファイアの製造コストの低さは低解像度の画面やネクサス7のテクラ3クワットコアとは異なり、 デュアルコアプロセッサーを搭載することやカメラや NFC 機能がないことによるアイサプディのシニアアナリストであるアンドリュー・ラス・ウェイラーは HP タッチパドの投げ売りが大手メーカーによる低コストのタブレットの商業化を推し進めることにハイエンドのタブレットの失敗がパーツのコストを下げることにそれぞれつながり Kindle Fire や Nexus 7のような低コストのタブレットが 誕生するきっかけになったと分析している。しかし、両方のタブレットとも、コンテンツサービスからの収益を期待して、薄いマージンで売っているとも指摘している。ありがとうございます。